ナンバーアンダーライン愛の夏を最高に彩る、ビアボール、新 CM でヒロイックな3人の姿が見られる。5月11日より全国放送されるサントリーの新 CM シリーズ、何でもありだ乾杯だ。この CM に出演する彼らは、ビアボールのキャラクターを熱演する。青い空と海を背に、バーベキューを囲み、シアターでゆっくり一杯を楽しむ。 ビーチでも、リビングキッチンでも、場所を選ばずに思い思いのビアボールを楽しむ3人の姿が描かれる。何でもありだ、乾杯だをキャッチコピーに、リビングからビーチ、シアタールームに至るまで、シーンを変えながら様々なビアボールの楽しみ方を紹介する。特に印象的なのは、撮影現場でのフライングスタートから始まる3人の和やかなやりとりだ。 最初のビーチシーンでは、ビアボールを持っていなかったことに気づいて大笑いするメンバー。しかし、すぐにビーチでバーベキューを楽しむ華やかな場面に移り変わる。先輩の神宮寺がグラスに繊細に注ぐ様子に、後輩の二人が感心しながらも、遊び心たっぷりに乾杯する姿が印象的だ。リビングでのシーンでは、監督の指示に的確に依頼ながら、 掛け声のビアボー大息きぴったりに揃えるよう、細部までこだわる3人の姿が捉えられている。メンバー間の息ぴったりな連携プレーも見応えがある。このように CM の中では、メンバー同士の微細なやりとりや表情の変化など、ファンなら見逃せないポイントがたくさん詰まっている。例えば、料理を作っているスタッフにわざわざ近づいていき、 一緒に食事を楽しむ姿は、仲の良さが伝わってくる。加えて、ビーチやシアタールーム、カフェバーなど、場所を変えながら、その時々の気分や思考に合わせて、ビアボールを楽しむ3人の姿も必見。3人それぞれ異なるフレーバーのビアボールを楽しむシーンでは、個性を存分に発揮している。ビールの CM とは思えない。 新鮮で楽しいムードが満載の仕上がりだ。そのアプローチは、これまでのビール CM にはなかった斬新さを感じさせる。昨今のビールは、単なる飲み物から脱皮し、人々の楽しみや体験と結びつく製品へと進化してきた。その流れを受け、今回のビアボールでも、ライフスタイルや価値観の提案をするかのようなアプローチが取られている。 この CM に登場する3人は、まさしくそのビールを楽しむ体験を象徴するかのようなキャラクター性を持っている。爽やかで遊び心に溢れ、友情も深い。中でも特に印象的なのが、神宮寺の繊細なグラス注ぎだ。最高の仲間と最高の時間、自由な一杯をというナレーションが。 ビールを通じて大切な人とのつながりやライフスタイルの豊かさを示唆している。最終的には何でもありだ。乾杯だというキャッチーなコピーで締めくくられる。まさにビールと楽しむ体験が共鳴し合うような CM と言えるだろう。これほど洗練された演出とメッセージ性を兼ね備えたビールの CM は本当に珍しい。 これまでのビール CM では男性を主たる対象に爽快さや快楽といったイメージを訴求することが常だった。しかし今回の CM はビールを通してライフスタイルの提案をしている点がまさに時代の要請に依えたものだと言える。ビールを飲むだけでなくそれを通して得られる充実感やつながり感を印象付けようとしているのだ。 そこにはファンの期待にも応えるべく、3人のキャラクターを巧みに取り入れた演出という狙いもあるのかもしれない。新鮮で洗練されたアプローチで、ビールのイメージチェンジを図るこの CM は、きっと多くの人々の心をつかむに違いない。夏に向けて、ビアボールの人気がさらに高まることだろう。新感覚のハイボールを手に、仲間と心から楽しむ時間。 そんな自由で豊かなひとときを演じるのは、人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイの3人、平野翔、神宮寺ゆ太、岸優太だ。特に CM の撮影現場では、3人ならではの行きぴったりのやりとりが光っていた。最初のシーンでは、まだビアボールが手元にない状況に、何も持ってないと対象意するなど、リラックスムードが漂っていた。そして、 日起こしに一生懸命なシーンでは、お互いにツッコミを入れ合う仲良しぶりが印象的。撮影の合間には、スタッフと一緒にお肉や野菜を食べ、撮影現場全体が和やかな雰囲気に包まれていたという。ビアボールは、ビールとソーダの組み合わせで生まれた新感覚のハイボール。CM では様々なフレーバーが登場し、 その時々の気分に合わせてカスタマイズできるのが魅力的だ。ビーチでは爽やかなブルーソーダ、夜はワインレッドのようなアセロラなど、自分好みの一杯を見つけられるのが嬉しい。三人が描くのは、最高の仲間と最高の時間を過ごす姿。そこにあるのは、単なる飲酒ではなく、ビアボールを通じて紡ぐ、ワクワクするような仲間との絆だ。 素朴な笑顔と心からの楽しむ姿勢が視聴者の心をつかむに違いない。これまで種類の CM に出演したことがなかったナンバーアンダーライン愛。彼らにとって今回の CM 出演は初めての経験となる。しかし、三人はビアボールの世界を自分たちなりに表現し、視聴者に訴求力のある作品を生み出している。平野は、 自由な一杯を、神宮寺は最高の仲間と、騎士は最高の時間と、と、それぞれのナレーションでビアボールの楽しみ方を語る。CM の中で、これほど3人のキャラクターが発揮されているのは珍しい。この CM を通じて、ナンバーアンダーライン愛のファンはもちろん、ビールやハイボールを楽しむ層にも、新しいビアボールの魅力が伝わっていくに違いない。 自分好みの一杯を見つけ出し、仲間と共に心から楽しむ。そんなライフスタイルを提案するのが本 CM の狙いだと言えるだろう。さらに、この CM の主題歌にも注目したい。ナンバーアンダーライン l i 初の CM タイアップ楽曲ノーイエスが使用されている。軽快でノリの良いメロディーと夏を感じさせるエモーショナルな歌詞が印象的だ。 ビアボールは単なる飲み物ではなく仲間と過ごす時間の象徴。幅広い世代に受け入れられるよう、サントリー側も慎重にコンセプトを練っているのが伺える。CM 撮影時の彼らの様子を見ると単なる役者としての演技ではなく、自身のライフスタイルに近いものを演じているように感じられる。 ビーチやバーベキューなど、お酒を楽しむ様々な場面を堪能しながら、仲間との絆を深めていく様子は、きっと多くの視聴者の共感を呼ぶはずだ。一杯のビアボールを手に、自由に思いのままに楽しむ。そんなビアボールの世界観を最大限に引き出したのが、この新 CM だと言えるだろう。平野、神宮寺、騎士の三人が演じる姿は、 視聴者の心に響くはずだ。ビアボールは確かに飲み物ではある。しかしそれ以上に仲間との絆を深めるツールなのかもしれない。そんな新しいライフスタイルを提案するのがこのビアボール CM の目的なのだ。これからの季節、ビーチやバーベキューなど様々なシーンでビアボールを手に自由に楽しむ時間を過ごしてみてはいかがだろうか。 視聴者の心に新しい遊び心を刻むことができれば、CM の狙いは十分に達成されたと言えるのではないだろうか。果たして、この3人の魅力は CM だけにとどまらず、今後のグループ活動にどのような影響を与えるだろうか。ビアボール、新 CM に込められた思いを感じながら、これからのナンバーアンダーライン愛の活躍にも期待が高まる。